小磯くに秋、小磯くに秋、小磯くに秋、1880年、明治13年3月22日から1950年、昭和25年11月3日は、日本の陸軍軍人、政治家。階級は、陸軍大将。以下は、ジュニー。軍頭は、軍一等。高級は、高二級。陸軍次官、関東軍参謀長。 朝鮮軍司令官を歴任後、予備役に編入された。その後平沼内閣と、与内内閣で、拓務大臣、朝鮮総督、第九代を務め、太平洋戦争中に裁判疾患を受け辞職した、東条秀樹後継として1944年、昭和19年に内閣総理大臣に就任した、小磯内閣。悪化の一途をたどる選挙区の挽回を果たせず、 中華民国との単独和平交渉も頓挫し、小磯は1945年、昭和20年4月に辞任し、鈴木勘太郎に後を譲った。戦後、GHQ により永久戦犯容疑で起訴され、東京裁判で終身刑の判決を受け、服役中に死去した。栃木県宇都宮に山形県氏族、旧新城藩市で、警察所警部であった。 小磯進むの長男として生まれた。山形県中学校、陸軍士官学校、十二期、陸軍大学校、二十二期卒業。小磯は陸大での成績が、同期五十五人中三十三番であり、二十番以下の成績のもので小磯ほど出世したものは他にはいない。若い頃は、エリート構図を歩んでおらず、陸軍内の派閥にも属していなかった。このような事情により、 小磯の陸軍内での人気は高くなかった。しかし当時の陸軍の最大の実力者だった、宇垣一世にその能力を買われ、小磯は、陸士同期の杉山本や二宮春茂らと共にその、側近として徴用されていった。これに、旗春録を合わせた、この四人は、陸士、陸大の同期で、その後も近い関係を保ったのまま昇進していく。1930年、昭和5年、 杉山の公認として軍務局長に抜擢されると、人付き合いの良さや自学問と読書で吸収した知識を活かし頭角を表した。その演説は、理論構成もしっかりし、表現力も豊かで一級品と言われた。1931年、昭和6年には宇垣を主犯とする軍事政権受立を図る3月事件の中心人物として陰よ。結局この計画は中止されるが、 その後の小磯の軍歴に大きな影響を及ぼす。3月事件や10月事件などの責任問題を背景に、同年11月、荒木貞夫が陸将となり、いわゆる行動派が陸軍内の実権を握ると、彼らは宇賀き罰の排除を開始。小磯は1932年、昭和5年2月に陸軍時間に昇進するものの、大臣は行動派の荒木貞夫で、 半年で中央を追われ、関東軍参謀長となる。公認時間には、陸主同期で、行動派の柳川平介がついた。その後は、行動派と、長田鉄山や東条秀樹ら統制派の確執が続くが、1936年、昭和11年に2.26事件が発生。翌年までの祝軍人事で、行動派は壊滅した。 朝鮮軍司令官だった小磯は大将に進級するが、寺内敏一や梅津義次郎ら陸軍指導部とは疎遠となっており、予備役間近と考えられていた。1937年、昭和12年、広田後期の後継として、宇垣に疎格の対面が下る。しかしかつて陸軍の主会であった、宇垣の成中を嫌う石原漢字ら勝負中剣奏が、作動した結果、 陸軍首脳部は3月事件の責任や派閥職を名目に陸将を推薦せず、復活したばかりの軍部大臣現役部官制を早くも利用して、宇垣の組閣を流産させる決定を下していた。宇垣は小磯に陸将就任を直接要請するが、小磯は参長官の同意がないことを理由に、これを誇じ。ここに至って、さすがの宇垣も対名を廃止せざるを得なくなった。 小磯は宇垣に、陸上就任を受諾しても東京に着くまでに、予備役にされてしまうと伝えていたとも言う。宇垣はその日の日記に、小磯の台頭が、炎となり、小磯の景挙が将来したる三月事件が、その後日に要せらるる、中略。彼の写真的奮起を促しみたりしが、彼も凡庸采配と等しく名鉄保身以外に、立ち枝りしは、彼憐なり、糸と書きつけて、 行き通りをあらわにしている、宇垣日記。1938年、昭和十三年に、予備役編入。1939年、昭和十四年、平沼内閣において、卓務大臣として初入閣した。翌年には与内内閣でも、卓務大臣として、再入閣を果たした。太平洋戦争開戦後の1942年、昭和十七年に、 朝鮮総督に就任し、内戦一帯をスローガンに、前任者の南次郎総督が行った公民化政策をより一層推し進めた。小磯は、朝鮮人管理の登用、朝鮮人企業の推進、朝鮮人の政治関与の実現などを掲げ、1943年、昭和18年8月1日には、総督不統地化の朝鮮にも、徴兵制度を施行した。 朝鮮独立について、小磯は、今さら、朝鮮の独立を夢見るのは、九州や北海道が独立を起とすると同じで馬鹿げた、意味のないことと否定的だった。アメリカ軍の犯行が本格化すると重心らによって、東条内閣の当格運動が発生し、裁判疾患によって、東条は辞任を余儀なくされた。公認を決める重臣会議では、 南方軍総司令官の寺内敏一、朝鮮総督の小磯、品派県軍司令官の旗俊緑の三人に候補が絞られるが、前線指揮官の次内を呼び戻すことに、東場が反対、畑についても、重臣の多くが反対し、与内三政、平沼紀一郎らのオス小磯に落ち着いた。当初は小磯単独の予定だったが、この絵の発案で、元首相で海軍の重鎮である。 米内と連立させることになった。昭和天皇は、重心とも話した上で、小磯、米内の両名に、協力して、内閣の組織を命ずる優位例の対名を下した。米内の副首相権会長就任に伴う、現役復帰について、海軍省内では、野村直国会長、岡田和美次官以下反対の空気があり、7月18日の首脳会議では、激論が交わされた。 小磯は、与内企業が昭和天皇の意志であることなどを述べたが、野村会長はその真偽を確かめようと、同二十一日部官庁、内大臣を通さずに単身三代し、与内企業の件に関して、直接昭和天皇に問いただした。海軍省内の混乱等、すでに危機を読んでいた昭和天皇は、その場で、はっきりと与内企業の方針を伝え、 米内の現役復帰が決まった。陸将に関しても、前首相の登場が当初陸将留任の姿勢を見せるなど波乱含みの展開となる。小磯は、自身も米内と同様に、現役復帰することで陸将を兼任することを考えたが、陸軍内部や重臣、この絵踏みま木戸光一らの間に反対が強く断念。小磯は、山下智之、または、 アナンコレチカの起用を望んだが入れられず、結局は、東条、梅津義次郎参謀総長、杉山元教育総監による参長官議で、杉山が陸将に回ることとなった。同22日、小磯内閣発足。小磯は、首相就任時には、予備役となってから6年も経っており、日本はこんなに負けているのかと口走るほど戦況に、疎かった。また、 予備役のまま首相に就任したことで、選挙区を検討する大本営の会議にも規則により、出席できなかった。そこで、小磯は、陸海軍の指揮系統を一本化し和平を促進するため、陸軍参謀総長と海軍軍令部総長の上に最高幕僚長を設置する案を推進したが、これには、軍令権が事実上陸軍に吸収されるとして、海が猛反発。 陸軍側は最高幕僚長を海軍から出すことを提案し、昭和天皇は米内にこれを打診するが故事、結局この案は身を結ばなかった。代わりに最高戦争指導会議を設立し、首相が陸海軍を統制することで決着したが、小磯がその指導会議で発言しても、畑彦三郎陸軍参謀次長に近代的作戦用兵を知らない首相は口出しするな。 としなめられたりするほどで、とても指導力を発揮しているとは言えない状況だった。陸軍省内でもこの内閣は2ヶ月で潰れるという、噂でもきるだった。小磯は米軍に一撃を加えた上で、対米講和を図ることを意図し、霊決戦へと向かっていく。しかし、現地の山下智之第14方面軍司令官と、寺内南方軍総司令官の対立、 陸海軍の意見不一致で作戦がまとまらず、10月23から25日の冷凍沖海戦では、空母4隻、戦艦3隻を失う停滞打撃を受け、冷凍決戦は断念、時給戦方針へと転換された。しかし小磯は、決戦方針の転換を聞かされておらず、冷凍決戦は、天皇山と古豪し、昭和天皇から作戦中止を知らされて、大恥を書いている。 小磯は、小解析政権との単独和平工作を起こし、小型武虎情報局総裁と共に、同政権国防部長な二王金とつながっていると言われた牧品に接触した牧品工作。陸海軍首脳部も一時は、この工作に賛同したが、重光葵外相が猛反対する。重光は、牧品に、小解析とのつながりはなく、日本の機密情報を持ち帰って願いろうと、 しているだけの和平ブローカーとしそれを示す資料を軍首脳に提示、杉山陸将、与内海将も重光に同意し、一転して同工作に反対した。木戸内大臣、梅津参謀総長、昭和天皇も同工作に反対し、小磯は牧品工作を断念せざるを得なくなった。いよいよ身体極まった小磯は再び自身の現役復帰と、 陸将兼務を格作するが、杉山陸将に拒絶される。その後、杉山陸将が本土決戦に向けて新設された第一総軍、司令官として転出することになっため、小磯は改めて自身の現役復帰と陸将兼務を試みたが、山頂官会議で阿南コレチカが公認の陸将に選ばれる。八方塞がりとなった小磯内閣は1945年。 昭和20年4月7日内閣総辞職。発足から約8ヶ月半だった。敗戦後の1945年、昭和20年11月19日に、小磯を含め大物戦犯11人のリストが GHQ により発表され、小磯は逮捕された。小磯には朝鮮の虎とのあだ名が付けられていた。余震検事による尋問の中で検事が、将軍は、 朝鮮の虎と呼ばれている。虎は侵略的な生き物である。その理由をお答え願いたいと質問した。これに対し小磯は多分歴代の朝鮮総督のうちご覧の通り私が一番の部男だ。この顔が虎に似ているからではと答えた。その場で即起を取っていた女性即起者が笑い出し、ケンジもよくわかったと了解した。1948年。 昭和23年に極東国際軍事裁判で終身禁固刑となり、1950年昭和25年に菅も高知署内で食道岩により死去した。去年71。小磯は大変な美声の持ち主で、カジカというあだ名があった。満州事変の頃、東京の下流会では白頭山節が流行ったが、これを歌わせて小磯の右に出るものはなく、 小磯が歌うと芸者が三味線のバチを投げ出すほどだった。ナチスドイツ宣伝省のゲッペルスはその日記で、小磯内閣には戦争を続ける力がないと記し、日本がドイツより先に降伏して、ドイツが単独で戦争を続けなければならなくなることを懸念しいる。実際にはドイツは5月に降伏したが、日本の降伏は8月であり、ドイツの方が降伏は早かった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。